本日はどうぞよろしくお願いいたします。石井監督と岩田さんは初タッグでしたけれども、まず監督、はい、はい、岩田さんはいかがでしたか現場では。最高の笑顔を持ってるってことは知ってたんです。で、現にあったあってもやっぱ最高の笑顔だったし、でもやっぱ刺激が強いというか殺傷能力が強いじゃないですか。<laughs> だから取り扱い注意っていうかね、その一回で一 要するに映画の中で1回でいいっていうか<ー>うんだからそ,それが出てくると思うんでね楽しんでいやでも本当と「奇才」っていう言葉がこれ以上似合う監督がいないと思います、うん、本当にあのディレクションから、ま、脚本もそうですし撮影の方法もそうなんですけど本当に短い撮影期間だったんですけどとにかく水まみれになりましたね僕はもう、うん、<laughs> はいあの室内のシーンでもまさか水まみれになり、うん、えー ちょっとしたもうちょっと溺れかけたぐらいな経験もさせていただきましたしえそんな水の中でこう酸素ボンベをつけてえとそこを外してこう無呼吸の状態でまあ言っても1分も多分お芝居できないと思うんですけどそれでまたこうサインを送って酸素ボンベをまたつけてっていうその繰り返しで撮影していくっていうすごく。 本当の意味ででスリリングな撮影でしたね<あ>僕もたまたまあの水の中に結構入るシーンが <laughs> 多いんですけども、まあ、あの服を着たまんま結構入ったりとかあと、えーまあ、5m ーーぐらいの,あの水深があるところに、まあ、潜りましてであのダイバーさんがつけるボンベですか あれつけてで本当に重りもつけて浮かないようにで足に重りつけたまんまこ,うこのまま沈んだまんまじゃあ撮影回しますって言ってボンベ外してでもギリギリになったらこうやってくださいって言われて <laughs> でもそれでまたダイバーさんが急にボンベ持ってきてくれてっていう繰り返しだったんですけどもあのー、事前のインフォメーションがなくてですね、はい いきなり沖縄,沖縄で撮影したんですけども、はい、沖縄行ってから、いきなりあの岸本監督がニコニコしながらできるよねみたいな感じで相談はもちろんしてくれたんですけどもあのできますとしっかりやらさせていただきました、はいね、岩田さんも山下さんも、はい、同じ作品出てるのかなっていうぐらいの、えーね、コメントが一緒ですその後二2人で LINE のやり取りしたんですけども。はい 嘘でしょみたいな嘘でしょ同じことしようねみたいな大人ともねやってましたどっちが撮影先だだっっったんですかどちけ同じような感じのシチュエーションでしたね共感できるというか同じ思いをはいありがとうございますまた演出方法ですとか印象に残っているこんなことがあった大変だったという他にも何かエピソードがございましたらお聞かせいただきたいんですが 山下さんはいかかがでししょううあありましたっけ監督あそうだあのプールであの飛び込むシーンがあったんですけどもプールの壁に激突しまして頭にでっかいたんこぶを作って、えーえー、痛かったっていうエピソードがありますけどもこちらでよろしいでしょうか。いやいや 大変なことですよ、はい、それは <laughs> そ、ね、これ上からこう上からドボーンって頭から入って壁の距離が分かんなくてもうそのままバチーンって頭から打っていててっていうエピソードがありますい,いててじゃ済まない <laughs>、はい、と思うんです単行ブは結構すぐ引っ込んだんですか <laughs>、まあ、もうでもそのまま撮影があったのでもう大丈夫いいやと思ってそのまま腫れっぱなしでやりましたもう、はい、プールで冷やして、はい、覚えてないんですけど痛いとかそういう 感じも出さないんで、覚えてないんですよね。え言ってないです監督には。<laughs> 今初めて監督。はい。僕あ,あのもう帰っていいですか。すいません。全然全然。遠んではいません。監督がいたたまれなくなってしまっているという。<laughs> はい、はい、ありがとうございます。岩田さんは水中水大変だったとおっしゃってましたが。うん、そうですね。ラストシーンで麻生さんと、はいえー、一緒に、えー、潜って 潜る撮影をしたんですけまあ,あの自分はずっと潜っていたんであのだんだんこう撮影も慣れてきた頃だったんですけどやっぱ女性の方がこう酸素をつけてこう何秒間しかねあの水の中でいられない中で絶対芝居は失敗できないぞみたいなプレッシャーも自分に与えつつあのただこう水の中ってこう入ると分かるんですけど髪の毛がこう下がって 立つっていうかふわふわっとなるんですよで女性の方なんでこうカットバックで撮ってるとあの髪の毛がこう動くんですよ、ね、それであのこっち狙いの時とか髪の毛が僕の顔にかぶっちゃってて要はこれもう NG テイクになるってもう分かりきってる時にもうとっさに僕は芝居と全く関係ないんですけど麻生さんの髪をこう <laughs> 反対側に寄せてでもそれあの監督からファインプレーだって言われましたね。 上がってきた時にた、はい、石井監督、その時の撮影はファインプレーを岩田さんがいやだから本当にこういう人が売れるんだろうなと思いまし本当にすごいシーンになっているのでぜひご注目いただきたいと思います。